私が主催を務めるモブプラスステージプロジェクトという団体のオープニングパフォーマンスをご覧いただきありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございます。申し遅れましたが、私坪田千佐と申します。亡くなった父の会社を継いでグラフィックなどのデザイン業務とダンスや舞台などのイベント業務に従事し、アーティストの活動支援や人材育成を目指して活動を行っています。ワクワクするような経験や辛い経験を積み重ねてきた中でここまで歩き続けてこられた理由、そこには環境というキーワードがありました。私は5歳の時に生まれて初めて劇団四季によるミュージカルキャッツを鑑賞し、猫たちの生き生きとした表情やダンス、そして歌に魅了され、将来はキャッツのお姉さんになりたいとピアノやダンス、演劇を学び始めました。中学演劇部に所属していた頃、全国で唯一のデザイン高専、札幌市立高等専門学校帰属のミュージカル部、現劇団アイムの公演を見る機会がありました。デザインと舞台が絶妙にミックスされたステージに魅了され、猛勉強の末高専に入学し、そして劇団アイムに入団しました。札幌高専はドイツにある造形学校バウハウスの早期教育に影響を受けたデザイン学校です。なぜ早期教育が必要だったのでしょうか。10代の後半の時期というのは、子どもから大人へと変化する大切な準備期間です。自我があるので反発心もありますが、叱られても素直に聞き入れることのできる最後の時期とも言えるでしょう。例えば私自身のことを振り返ると、それまでの人生において気遣いという考え方が全くありませんでした。それなので周りの人々に言動のすべてを注意される毎日でした。先生や先輩方から叱咤を受け、ふてくされながらも自分の言動に責任を持つことの大切さを学んだ記憶があります。劇団ではデザイナーの卵たちが自由な発想を持ち寄り、衣装や舞台美術、そして音楽や映像制作などを行い、感性を生かした総合芸術としての舞台創作を行っていました。各部署細かく担当が分かれており、新入生を迎え入れるために毎年ミュージカルの ABC というマニュアル本を作成していました。内容はストレッチの図解から音響コードの八の字巻きの方法まで、多岐にわたる知識を各部署のリーダーが本やビデオなどから学び、一冊の本としてまとめ上げていたのです。そして10代の若者たちが切磋琢磨し、決して受け身にならず独自の練習手法を生み出すことによって、急速に成長を遂げ、プロ顔負けの舞台創作を行っていました。勉学にも舞台創作にも恵まれた環境の中で、当の私は周りの才能に当てられ、目標自信を失っていました。このように奇抜なファッションに身を包み、そして授業をサボり、先生の助言も顧みず、自由を校風とした学校でどうして怒られなければいけないんだと思っていました。今からするととても恥ずかしいことですが、当時の私にとってはアイデンティティの表れだったのです。そんな時、入学式の時に副校長先生がおっしゃった言葉が頭をよぎりました。自由とは好き放題に自分勝手をすることではなく、自らを律する、自立することで初めて得られるもの。当時の私は完全に自由を履き違えていたのです。札幌高専卒業後、ニューヨークダンス留学を経て、現在はダンスを教える仕事をしています。留学時代にダンスの本場にて表現力、技
技術力、指導力を学んできたという自負があったので、最初は自信に満ち溢れていました。縁があって、子どもたちにチアダンスという点数や順位を競う競技ダンスを教える機会がありました。そのチアダンスを教える中で、徐々に自信を失っていきました。このチアダンスというのは、ダンステクニックやチームの一体感などが問われる、ダンス技術だけではなくて、チーム力が問われるダンスでした。どんどん順位を上げ、世界でもトップレベルのチームに育っていく中、どうしてもチーム格差が生まれ始めました。試行錯誤をし、一生懸命いろんなアプローチの仕方で伝える努力をしましたが、練習に集中してくれない、自主練習をしてくれない、挨拶や返事をしてくれない、無反応、無表情、そんな状況が続きました。一方的に押し付けるような言い方になっていたのかもしれません。手を取り、協力し合うはずの仲間と不仲になり、自信を失ってダンスをやめてしまった生徒たちが何人もいます。私自身、頑張れば頑張るほど空回りして体調を崩し、過呼吸になったようなこともあります。そして忘れもしない12月23日の予選大会、私の担当チームは数年ぶりに予選落ちをしてしまいました。ビデオ審査に臨めば、再び全国大会への切符を勝ち取ることができるという瀬戸際でしたが、主要メンバーのほとんどが、もうこんなチームにはいたくない、これ以上傷つきたくないと言って泣きじゃくり、親御さんたちも完全に疲弊しきっていました。私も不甲斐なさにいたたまれない気持ちでいっぱいでした。まさにチーム解散の危機。でもチャンスは一つだけ残されている。それなのにチャンスを棒に振るなんて、それにこんな気持ちのまま終わるなんて悲しすぎる。すぐに決断をしなければいけなかったため、イブとクリスマス当日は電話で子どもたち一人一人と何時間も話して説得をして、なんとか全員でビデオ審査に臨み、全国大会への切符を勝ち取ることができたのです。ただし、まだまだ試練は残されていました。改めて、成長のための環境づくりとは、と考える日々です。そんな頃、高専時代の先生方とお酒を飲み交わし、教育方針について議論する機会がありました。同じ先生という立場で、学生たちにどのように向き合っていたのかを伺ったところ、僕たちは君たちに対して、ああしろこうしろと口うるさく言わなかった。できる限り自由に学べる環境づくりのために試行錯誤していたよ、とおっしゃっていました。私はその話の中で方向性の間違いにハッとさせられたのです。ここで気がついたのは、自主性を重んじる環境を作ることの大切さ、そして先生としての姿勢でした。今では副校長先生がおっしゃっていた言葉がはっきりと理解できます。私たちはつい相手を変えよう、成長させようと考えがちです。一人の先生という立場になって初めて、高専という環境づくりを担っていた先生方の偉大さを感じました。先ほどお話ししたチアダンスチームも、教育の環境を見直して、そして全国大会では、なんとか順位と点数を上げることができ、何よりも全員で最後まで全うすることができました。また、ニューヨークでは、先生方が生徒に混じって、他の先生のクラスを受講するような姿がよく見受けられました。どの先生方も生徒以上に真剣に向き合っており、いつも学ぶ姿勢を忘れない先生方の姿に感動しました。相手を変えようではなく、自分が努力をする、自分が変わる努力をすることが大切なのです。親の背中を見て育つという言葉がありますが、先生も同様です。いい環境と理解者があれば、
人は自然と育つもの、そして人の成長が自分自身の成長につながるということを発見しました。環境づくりの心得3か条、自ら考え工夫し仲間と共に成長できるように促すこと、うまくいかないときこそ自分自身の在り方を見つめ直すこと、困っているときは手を差し伸べること、以上の点に気をつけながら、今は自ら主催する団体にてより良い学びの環境を目指し活動を行っています。具体的には、先生が1から10まで全てを教えようとすると子どもたちは常に受け身になり自主性が失われてしまいます。例えばストレッチのリードを任せたり、振り付けを考える機会を与えることで、ダンサーとしてだけではなく指導者や振付師としての能力も引き出せるよう環境を整えています。先ほどのオープニングパフォーマンスも振り付けの一部を子どもたちが担っています。ダンス以外にも英語やメイクやお絵かきが得意な子など、子どもたちは才能豊かです。才能を生み出し個性を生かして英語でのレッスンを行ってもらったり、メイク案の考案や舞台美術制作の手伝いをしてもらったりしています。次に、ダンス技術向上のための環境づくりとは、答えは簡単です。個人のレベルを見極め、できそうでできない程度のレベル設定のクラスに入れることです。周りは上手い人ばかり、正直言ってとても焦ります。ですが自分にぴったりのクラスにずっといると、ぬるま湯に浸かったまま出てこられなくなってしまいます。逆に全然できない、もしくはゴールが全く見えないようなクラスにいると、自信を失いモチベーションが下がってしまいます。自分よりも少し上級レベルの人たちが集う環境に放り込まれることで、身近な目標が出来上がり、そして達成を目指して頑張れるようになります。ダンスや絵が上手な人は世の中にたくさんいます。何が違いを生むかというと、個性や人間性です。私の恩師はこう言いました。リーダーの使命は次なるリーダーを育てること。私もそう思います。人の一生は限られていますが、次の世代へのバトンタッチが続いていけば、ダンスや身体表現の力で世の中を良くしていけると信じています。人が育つための環境づくりにはゴールはありません。より良い環境づくりについて皆さんも考えていただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。